狩猟戦機の基地に潜入した二人は、スキピオから得た情報を追いかけることで、パイドパイパーの残党と、とある帝国議会議員のつながりを発見した。以上のことから、ヒューギヌス・ペンローズ議員が今回の黒幕だと思われます。助かったよ、ニナ。これでどうにかなりそうだ。まだ資料を改ざんしたのが誰かわからないので、引き続き調べます。了解した。私たちは議員を確保する。光明が見えたな。ああ、やるべきことはこれで定まった。もう少し付き合ってくれるかい？確認は不要だ。誰かいますか？ノックで建物ごと吹き飛ばすとは救いようのないアホだな。邪魔なもん吹き飛ばせてやりやすくなったろ。まあよ、さ、逃げようとしても無駄だぞ。狩猟戦機の最強格が二人か。小娘は貴様にある。世は十だ。まあそれでいいわい。よし、ジョーちゃん、俺も何かの縁だ。とっととし合おう。狩猟戦機内に裏切り者がいる。そいつが私をはめた。おう、知っとる。ならこの戦いも無意味だと思うが。無意味ではないだろう。少なくともわしにとってはな。諦めよ小娘。そのアホに言葉は通じん。ロキの言う通り、言葉を重ねても状況は変わらん。概念使い、何度かし合ったことはある。どれもこれも良い試合だった。お前もわしを楽しませてくれることを祈る。噂にたがわぬ戦闘強化。お前は先に行け。ここは俺が。どちらも逃がしません。ここで始末をつけてくれよ。世の手にかかることを喜びながら死ね。行くぞ、ジョーちゃん。何時を拒絶する。何度やっても結果は同じだよ。君の拳は私に届かない。否定はせん。魔術や魔法の類なら強引にでも殴り飛ばすんだが。こりゃいかん。全然当たる気がせん。先ほども言ったが、戦機の中に裏切り者がいる。それに踊らされてるだけだ。踊るアホに見るアホ。同じアホなら踊らにゃ損だ。やはり無理か。なら攻め方を変えるかの。気が変わった。少し威力を上げる。お前さん、受けきれなければこの辺一帯ごと吹っ飛ぶかもしれん。本気かい。わしも無関係なもんは巻き込みたくない。お前さんの実力を信じとるぞ。いろんなパンチキン。普通なら粉みじんに吹き飛ぶんだが。おお、この技なら効きそうだな。今の技、攻撃が一つではなかった。物理的な破壊力に魔術的な攻撃、それどころか治癒魔術をも攻撃に転換してるね。私の拒絶の概念は対象を設定する必要がある。その設定から外れた事象は拒絶の対象から外れてしまう。でも分かれば防げるよ。次は拒絶する。これだから試合はいい。わしの技どれだけ試せるか楽しみじゃい。
して共鳴。高度応水展開。あのアホめ、派手にやりよる。貴様は流化しないのか。よとて帝国臣民をむざむざ傷つける気はない。だがそれは貴様も同じであろう。魔術など効くか。死者の声を聞け。あ、王者の腕か。何よ。確かに俺も本気は出せん。被害は最小限にとどめねばならない。だがそこに帝国臣民はいない。賜る。派手な脳幹だ。この程度で世を殺せると思うな。蹴破ったか。相変わらずデタラメだな、貴様。やはり世を追い詰めるのは貴様しかおらぬか。ゆえに強者と認めて問おう、ジュダ。皇帝が倒れれば世の封印も解けよう。契約の幻影もその力を失い、400年前のようにはいかなくなる。貴様はその時どうする。再び世の前に敵として立ちふさがるか。貴様の封印は解けたりしない。つまらん。世は帝国を愛しておるぞ。雑多な塵やくたが作り出す文化に技術、不死の牢獄に囚われた世の無良を慰めるに足る。今はネズミに臣民を預けてはおるが、いずれ世の手元に戻し統治の王道を敷いてやろう。その時貴様は世に力を貸せ。であるならば今は殺さず生かしておいてやる。それまでネズミと遊ぶのも許そう。貴様に帝国は渡さん。ではネズミなき後誰がこの国を統治する。あれがいなければこの多民族国家は中から瓦解しよう。我が友こそ帝国そのもの。皇帝なき国に守る価値はないと申すか。黙れ。貴様が世にとって毒にも薬にもならんと理解した。即死ね。もはや用はない。封印術式第一回転ソムニウム解除。なぜだ。なぜ封印が解けん。貴様の飼い主もここでの暴走は感化しなかったようだな。あの無魔め。まあよい。今のままでも十分よ。世は死なぬ。どちらの覚悟が勝つか勝負と行こうではないか。確かに貴様は殺せん。その心を折る術も知らん。貴様まさか。だからこれ以上は戦わん。しばらく遠方に行っていろ。そろそろしまいかのう。なかなか楽しかったぞ、敗者。
その名、その強さ、わしの拳と胸に刻んでおこう。これは銃だか。この程度の魔術、その動きを拒絶する。してやられたわい。わしの負けだ。大丈夫か。さすがに死ぬかと思ったよ。一体どうやって消したんだい。棺の出口を別の場所につなげた。しばらくは戻れないだろう。オフル。オフル。